えー、速化事業の久保です今回のテーマはビジネスは虚構であるという話なんですけどもまずですねこういうふうな何の変哲もない紙を見ていただきたいと思いますこの紙を例えば10万円で買う方っていないと思うんですよででもですねこの紙に 何がしかの情報が書いてあるとこれはね30万円で売れたってこともあるんですよ実際これちょっと詳しくお見せできないんですけども30万円で売れた一通の紙ですまあ正確にはねこれをメールで送ったわけなんですけどもこのメールに書いてある内容っていうのは30万円以上の価値があったんで30万円で買っていただいたってことですよねもともとは何も書いてない紙だったのにもともとは何も書いてない真っ白なものだったのになぜねここに価値が生まれてその価値に対して対価として30万円いただいたのかってことを が、まあ、ここでね、テーマになるわけですけども、ビジネスが虚構であるもう一つの例です。先ほどのメールにですね、えー、ちょっと一部しかお見せできないんですけども、保証書と印を押したものがあります。これを付けるとさらにですね、15万円価格に上乗せされるんですよ。この保証書を付けますかっていう一文を付け加えて、いや、保証書ぜひ欲しいです。そういうところの保証書だったらいただきたいですってことで、じゃあプラス15万になりますよって言ったらやっぱ売れるわけですよね。合計単なる2枚の紙が、 45万にななるわけなんですよこれがビジネスなんですよね。ビジネスっていうのは虚構だということなんですよ。要するに、得したと思っていただく、気持ちいいと思っていただく、楽しいと思っていただく、問題解決ができて、あ肩の荷が下りて楽になったなと思っていただく。こういったことがね、ビジネスの、まあ、根幹なんではないかなと思うんですよね。前回、銀行の話をして、信用法創造っていう話をしましたよね。信用創造っていうのはどういうことかっていうと、例えばあなたがですね、銀行に行って、 5000万円を借りたいと思うわけじゃないですか。じゃあ銀行ってなんでね、5000万円をあなたに貸してくれるわけなんですけども、この5000万円っていうのは未来永劫過去においても存在しない5000万円なんですよ。で、この5000万円に対して1割の利息がつくとしますよね。銀行っていうのはあなたに5000万円返して、その5000万円を少しずつ返済するわけですよ。返済が完了した時っていうのはあなたの支払いは5500万円になります。銀行の手出しっていうのは通帳上5000万になるんですよ。でも、返済が終わった時って、 パッと現れた5000万っていうのがこの世の中からまたね存在を消して500万っていう利息だけ残るんですよ。これまた信用創造ですよね。ビジネスっていうのは虚構であるってことのいい例だと思うんですよ。お金っていう存在しないものがなぜかですね利息っていうトリックをもとにですね 現金が増えるというね、これを繰り返していくのが銀行業務であったり、まあ、銀行ビジネスですよね。で、私たちビジネスが、あビジネスマンがやってるのも結局はあの、そう思っていただくってことなんですよ。ビジネススクールの中で処法のものっていうのは、儲かるかもしれないっていう期待を販売するんですよ。約束ではなくて期待ですよね。で、期待を販売して、その期待に向かってワクワクする時間が商品なんですよね。 で中級者から上級者のビジネス塾のマネージャーになると実際に顧客に稼がすってところまでやるんですよしかもそれがですね10人中1人とか100人中1人が稼げるみたいなチンポなものではなくて参加者のお,およそ大半8割以上が実際に稼げてますよっていうそういう風な現象を提供できるんですよねで、えー、超上級者のビジネス運営塾になってくると今度はそれを継続的にってことがついてきます継続的に稼がそうと思ったら ビジネスをする人の人人格とかか力量を育てていいなななければならないんですよ人間が育つってもうまたねこれまた実質のような虚構なんですよね人間そのものは変わらないのに頭の中身が変わっていくんですよ外身から見て何も変わらないのに中身というより見えないものがどんどん変わっていく見えないものがすごく大事ってことなんですよねさあそれでですねじゃあ具体例を申し上げて一時期は儲かっていたのになんで永遠に儲からないのかって言いますとこれはね力量なんですよ 例えば投資の力量が備わってないのにいきなり1000万2000万っていう自分の力量を超えた金額いくと簡単にもう爆発してしまうんですよね投資に関してもそうですビジネスもそうですよね店舗,1店舗を1店舗経営してます従業員は10人しかいませんそこでやっと回していたのにおい店舗が100店舗あるぞって時にそれを引き受けたところでマネ,ージ,マネジメントできないですよねで倒産していくわけなんですよ まあそういうふうに力量に応じた自分を育て上げるというこういう上級フェーズがあるんですよねこれはもう信用創造でありまん実質して実質創造になってくるわけなんですよまあ、ですので一瞬稼げる人っていうのはあらゆるノウハウとかねテクニックで稼ぐことができます一瞬はですよでも継続的に稼ごうと思ったら結局はその稼ぎを作ってる自分自身がどうなのかその力量を育てているのかってことに関わってくるんですよまあ、ですのでね自分を育てられない人っていうのは一瞬稼ぐことができても稼ぎ続けることができなくなってきます それがかかるわけですから、やっぱり塾の運営者としてはね人間を創造していく人間を育てていくってことが、まあ、主眼になっていくんではないかなと思うわけなんですよね。で本日は信用創造という話の続編でありましてビジネスというのは虚構であるという意味でお届けしました。ちょっっと難しかったかもしかかたもれませんね。